AFC アストラジュルジュは、ルーマニアのジュルジュ県、ジュルジュを本拠地とするプロサッカークラブ。2011から12シーズンまでは、プラホバ県、プロエシティを本拠地としていた。1921年に創立し、現在はルーマニアにおけるプロサッカーのトップリーグであるリーガーアイに所属する。19世紀後半から20世紀前半に、 プラホバ県では、ヘンリー・デターディングによって設立されたアストラ・ロムーナ社による油田開発が行われた。1921年9月18日、アストラ・ロムーナ社は、サッカークラブ CS アストラ・ロムーナを創設した。1934年夏、アストラ・ソサイティーズ・カップが創設され、第1回大会が、ドゥンボビツ・ア県モレニで開催された。当時、 声優所は、ただ一つのチーム、南地区リーグに所属するアストラ・ロムーナ・クンピナを所有していたが、取締役のファンデルメールによって、大会のためにアストラ・ロムーナ、モレに、アストラ・ロムーナ・ブルデイシュティ、アストラ・ロムーナ・ウニレア・ハースサが創設された。百三十七年五月のソサエティーズ・カップ、開催後、同年五月十九日に、アストラとして知られていたつのチームは合併し、 アストラロムーナプロイエシティが創設された。その後、すぐに、クラブは、プラホバ県クンピナの本社の近くに移転し、コロンビアに改称した。1945年、アストラロムーナプロイエシティは、再創設され、以前のホームスタジアムだった、コロンビアスタジアムを使用した。1959年夏、クラブは2年間の活動停止期間を経て、 デイフィノリル・プロイエシティのクラブ名で復活した。1962年夏に優勝し、プロイエシティのトップリーグに昇格した。プロイエシティのトップリーグに参加して25年目の1987年夏、クラブは初優勝を果たした。当時のメンバーには2010年3月に FC アストラの事務総長に就任するバレンティンシネスクが含まれていた。1990年、 クラブはアストラに解消した。2年後の1992年、ディビジア C に昇格した。1921年の設立から1998年までは、特筆すべき実績はなかった。1995から1996、シーズンからディビジア B に昇格。1998年の夏に、ディビジア A に昇格を果たし、2003年までの後、シーズンにわたって、 ディビジア A に在籍した。しかし、2003年に同じ町を本拠とする FC、ペトロルルプロイエシティに、吸収合併され、2005年に、ヨアンニクラエシによって再考されるまでクラブの歴史が、断絶した。2006から2007シリーズからは、リーガ3の所属となったが、2007から2008シリーズの後、リーガ2に昇格し、翌シーズンではさらにリーガ1への昇格を果たした。 2007年に、クラブ名を FC、プロイエシティに変更していたが、2009年のリーガー1、昇格にあたりクラブ名を、元の FC アストラプロイエシティに戻し、ホームスタジアムの改修も行われた。2009年から、ヨンモルドバン、ついで、ニコロナポリが監督を務めた。2012から13シーズンに、オーナーのヨアンニクラへの故郷であるジュルジュに移転し、クラブ名は、 FC アストラジュルジュに変更された。2012から13シーズンは4位で終えたが、3位の FC ペトロルプロイエシティがクパロムニエで優勝したため、繰り上げでクラブ史上初の欧州カップ戦となる UEFA、ヨーロッパリーグ出場系を獲得した。NK ドムジャレ、オモニアニコシア、f k a s トレンチインに勝利したが、プレーオフでマッカビハイファイフ C に敗れた。 2013から14シーズンは、クパロムニエ決勝で、FC ステアウアブカレストに、PK 戦で勝利し、初優勝を果たすとともに、初の国内主要タイトルを獲得した。スーペルクパロムニエでも、FC スターウアブカレストに、PK 戦で勝利し、初優勝を果たした。2014から15シーズンは、UEFA ヨーロッパリーグ2014から15、プレーオフで、 オリンピックリオンをアウェーゴールの差で破り、初の本戦出場を決めた。出展出展中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。